です。2024シリーズ1先発予算期の主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、小沢選手、球種がリアタイム期ではない。第11位、森下選手、新特殊能力、グラウンドボーラーを持っているが、球種がリアタイム期ではない。第10位、東選手、変化球めちゃくちゃいっぱい持ってるので、今後能力上がったらかなり使いやすくなりそう。第9位、平選手、結構変化量の大きいスラカット、さらに高速シュート持ってるので、純正にはおすすめ。第8位、高橋選手、横ツーシームが上ツーシームになったらめちゃくちゃ強くなる。第7位、大竹選手、制球高くコントロール持ってるので、配球次第では結構抑えられそう。第6位、伊藤選手、球種が多彩で唯一無二のイーファスピッチ持ってるので、純正にはかなりおすすめ。第5位、種石選手、ツーシームいい、さらに変化量の大きいフォーク持ってるので、普通に強い選手。第4位、田中選手、現状もツーシームスプリット持ってるが、特に2021シリーズ2のものからの継承は NG。第3位、平選手、なんと今シリーズからマッスラツーシームいいに、さらにシンキングスプリットなども持っているので、セーブ純正は獲得必須級。第2位、グリフィン選手、マッスラツーシームスプリット、さらに特殊能力もリアタイム気な新たな化け物。第1位、モイネロ選手、先発モイネロはもはや暴力。